はい、こんにちは。こういった指数とこの一次の項ですかの部分に同じ未知数が使われている方程式、どんな場合でもうまく解ける一般的な方法を私は知らないんで、まあ、多分ないと思うんですけど、まあうまく解けるように作られてるんでしょうと。で、まあ数のわざとらしさ、まあこの27が3の3乗っていうことからも、まあ、3のべき乗どこまで覚えてるかは人それぞれだと思いますけども、まあ81より先の3のべき乗、243。で、その次なんですけど、これ別にそれ知らなくても、9で割れるのは一目で分かって、9で割ったらさすがに暗算できますよね。81。あ、やっぱ3のべき乗かと。81の9倍だから、3の4乗と2乗だから6乗ですよね。で、まあ、これもまあすぐに9の倍数って分かるし、なんとなくもう見た感じ3倍っぽいんで、実際3倍してみればぴったりなんで、これは3の7乗ということで、マイナス3の7乗。で、じゃあこれも一旦3にしときますか。3の3カッコ X マイナス1乗が0と。なれば、これまあ、3の6乗で割りたくなりますか。3の6乗両辺。そうすると、これは一旦じゃあばらして3の 3X マイナス3から3の6乗で割るんで、3の 3X マイナス9乗足す X 引く3が0と。で、まあこれ移行してやると3の3、一旦ちょうど3の倍数だから、振っときますか。X マイナス3が3引く X と。で、これまあ、右辺が一次関数、右下がりの。で、左辺は、27の x 引く3乗っていう、27の x 乗っていう指数関数を x 軸方向に3ずらしたやつですよね。なんで、この方程式の解っていうのは、この y イコール3引く x っていう一次関数と、y イコール27の x マイナス3乗っていう指数関数の交点と。なんで、まあ、グラフを書いてあげれば、3、3、一次関数。で、x イコール3の時、指数がちょうど0になるんで、0乗は1。だから3の時、1、ここを通ると。で、ここは、2でいいんですよ。2、1。で、まあ、ここを通る指数関数なんで、まあ、こんな感じですよね。まあ、このグラフからもう X、実数解っていうのは2と3の間の数1個だけと。なんで、まあ2と3の間の数、まあですから、まあ分数かどうかわかんないですけど、まあ2と3の間の数うまく適当に入れて見つかっちゃったらもうそれでそれが唯一の答えですということで構わないですよね。で、しかもまあ大体数検討つけるのにも3分のだったりもそうですよね。3分のなんとかっていう数だったら、これが3のマイナス整数乗だから、3分のとか9分のに3分の。で、ちょうどうまく0になりそうと。いうことで、うまく探しちゃえばそれで OK ですけど、今ここでまあ、これとこれ、符号が反対っていうだけなんで、うまく式変形すれば見つかるかもしれないと。3-x を、まあなんか t とでも置くと、左辺は3のマイナス 3t 乗ですよね。が t と。そうするとこれ、両辺、マイナス t 分の1乗ですか。してあげると、左辺はマイナスとマイナスが消えて、t が消えて、3の3乗。で、指数って a のマイナス b 乗ってのはこれ、a の b 乗分の1ですよね。なんでこれって t の t 分の1乗分の1。これって t 分の1の t 分の1乗でいいですよね。1は何乗しても1なんで。t の t 分の1乗分の1の t 分の1乗と。ってことは3イコール t 分の1かと。じゃあ t は3分の1ってことは、これに入れると x は、3分の9引く3分の1だから3分の8と。いうことで、まあうまくいってるのかなと。まあ確認してみると、これがいいかな。これですね。3のマイナス1乗足す3分の8足す引く3でちょうど3分の1足す3分の8引く3でうまく0になってるんで、これが答えですよと。で、しかもそれはこのグラフから明らかに、この実数解は1個だけなんで、これで OK ですということになります。
じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題、ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。